チェーそれ、今日もやっていくんですけど、今日はね、はい、どんどん。170位、きつい、もうきつい、もうマジメンタル今死んでます、本当に。あ、マジマジやばいってことでですね、あー、まあリプが消える前にここでね動画撮んなかったらもうただのカスなんでね、こっから切り替えれないですけどね、このもう本当に地球を、うん、本当にやばい、やばいぐらいやばいんですけど、メンタルが今もう本当に死んでるんですけど、ちょっとね、頑張っていこうかなと思います。ということで、リップ解説。勝ちリップがねえ、勝ちリップがねえんで、負けリップ解説でもしようかなーってことで、まあ負けリップを流しながら雑談します。さい、ポンペよ、おいしょ。もう、これ電波切れのやつや、しかも。こっからもう、バチコーン減ってったもんな、トロが。2倍で。ですね。1倍でいっかな。2倍かな。1倍でいっか。あー、きついってことですね。こうやっていくんですけど、もうね、ちょっとね、辛いですね、今。俺もう辛い。生きるのが辛いです、もう。なんですけど、ちょっとね、本当は1桁フィニッシュで、剣詰めしが確か6位かな。6位か7位かでフィニッシュしてたんですけど、やりますね、と。やりますねーと言って、これはねー、ちょっとねー、もうやばいですねー動画が。まあ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 、これ、このリップを返して、多分この動画10分撮れない気がするんだけどな。うわ、ってことで、まあね、やっていこうと思います。ちょっとねー、やっぱ、前日ぐらいまで調子は全然良かったんですけど、やっぱり、そうですね、ちょっと、終盤、負け始めてから、ちゃんとね、マッチングスナイプされないように、スナイプされないようにって言ってたんですけどね、調子いい時こそ慎重に行くんですけど、やっぱ落ちてくるとね、こうだん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 、行っちゃおうっつって、もう連続でマッチングをしてね、それでやっぱ結構、まあこれはめちゃくちゃ神相性なんですけどね、結局最後電波切れで、謎のね、自宅で一回も電波切れたことないのに、この試合の時だけね、初めて切れるっていう謎現象が起きたんですけどね。感じでね、ね、やっぱりこの動画を撮ってるんですけどね、ちょっとやばい、喋れないな、もう本当に。ひどい動画になっちゃうかもしれないです。ごめんなさい、ってことでね。とりあえず、ここは、もう、やばーいあー、もうメンタルが、メンタルがへし折れる。マジで。これやばいな、本当に。これ本当にやばいですね。これ本当にやばいんですよ、実は。実を言うと。いやー、これやばいなー。これでね、結局、バルーンはね、いい感じに進んでるんですけど、もう勝ったかなーって感じだったんですけどね、ちょっとやられちゃいましたね。ブッチーンって言われて。やばいっすね、やばい。ちょっと待って、何も喋れない。これちょっと待って。切り替えます、切り替えます。いやー、ちょっとねー、ですね、まあ言うても、クロスが強くなって、まあ、クロスと相性トントンらしいんですよね。そう、らしいっていうのは、日本一のね、2.9 クロス使いの人が、相性どうですかって言ったら、まあ、トントンっすねって言ってたんで、トントンなんだと思います。なんですけど、ちょっと今、2.9 クロスがマジ2人ぐらいしか使ってなくて、まだね、めちゃくちゃマッチングしてるわけじゃない、勝ち方が今のところね、まだわかんない感じなんでね。ちょっと探り探り行こうかなと思ってます。で、今シーズンは、ロイジャイをね、多分クロスが増えて、迫撃まあちょっと減ると思うんでね、ロイジャイを練習しようかなと思ってますね。なんで、トロ上げはラムで行くか、ロイジャイの仕上がりによってはロイジャイで行こうかなって思ってますね。ってことで、そんな感じかな。ロイジャイをね、ちょっと練習したいですね。絶対にそのなんだろう。最強クラスの環境になると思うんでね。で、あとはロイジャイが増えたら、やっぱラバーがね、ラバーってロイジャイに相性いいんで、まあ、ロイジャイにね、多分、強いラバーが結構流行るんじゃないかなと思いますね。そう、このもう、下位勝ち格まで行って、電波が切れました！はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。こっから、負け負け、勝ち、負け負けみたいな感じで、すごいね、トロが落ちてね。はい、ということで、まあ、リップ解説終わりかな。とりあえず、ってことでね、こっからはね、
あーやばい、もうこんな時こそね、あの動画を撮らなきゃいけないと思ったんですけどね、さすがにちょっとメンタルいかれそうっすね、本当にやばい。なんですけど、まあ、このデッキも言っても、加砲されるカードがコウモリとタルババの中身のババぐらいなんで、まあ言っても大丈夫かなと思いますね。で、グロイチフィニッシュした人が、あの、ゴーレムなんですよね、ゴーレム。そう。このま、代行なんですけど、ゴーレムですね。ゴーレムなんで、で、この変な、めっちゃクソ変なゴーレムデッキ。まあ、多分環境のすべてを目立ったんですね。雪玉と、まあ、ポイズンで、まあ、ハンターとメガゴがいるからラバにも勝てる。で、プリンスとかでロイジャイにも勝てる。みたいな感じで結構多分環境を目立ってるんですよ。で、プリンス受けがラムがきついので、ラムにも勝てるみたいな感じで多分環境を目立って、テンプレじゃない、これでグロイチートとあってかっこよすぎますね。で、ケンツムシが同じデッキで6位と。やりますね、ケンツムシくん。もう一戦解説しようかな。メンタルやばいんで、勝ちリップ解説するか。ああ、よっしょ。で、これでね、まあやっぱ、前日は、結局、最多トロフィーはね、今シーズンの最多トロフィーは、6842かな。で、まあ、そのままステイしてれば、まあ言ってもしゃあないですけど、そのままステイしてれば、35、6位ぐらいだったかな、多分。さっき見た感じ。なんで、まあ、でも、俺、一桁、いける環境だったんですよね、現に。で、PS 的にも、いけてないんで、いけない環境だったんですけど、PS 的にはいけなかったんですけど、ケンツムシがね、やっぱ6位取ってるってことは、そんデッキでもね、一桁全然狙えたっていう環境で、しかも、なんだろう、ラムメタがね、そんなに多いわけじゃなかったんで、いい環境でもあったんですよね、そう。いい環境でもあったんですけど、やっぱりね、勝ちきれなかったね、自分のね、やっぱ弱さをね、憎んでね。もう一回、ちょっと強くなりたいと思いますね。ちょっとね、前日でグロ1ページ目に乗って、その4位だったんですね。4位でグロ1ページ目に乗ってたんで、まあね、ちょっとそこら辺を生かしていきたかったんですけどね、なかなかね、やっぱりいけんかったですね。辛いんですけど。まあ、そうですね、本当に、数、めちゃくちゃやったんで、なんでめちゃくちゃやって、結構勝ち取ったね。勝ちがね、やっぱ、それで、相性あるやつにも立ち回りを覚えて、勝ち取ったっていうのがね、結構多かったんで、やっぱ自分的にも結構積み重ねになったんですけど、いろんなね、まあ、ユニットの配置とか、まあ、切る順番とかね、そういうのをね、結構、まあ、神器ってやっぱ、どのデッキにも通ずるところがあって、まあ、エリクサー管理、手札管理、あとは、まあなんだろう、ここで行ったらこう、あれが来るだろうの予想とかね、結構そういうのすべてを織り交ぜた感じなので、なんでね、そうですね、まあ他の PS にもね、これ見てください、雪玉。もう惚れるんで多分、これで。このね、単体ランバーからの雪玉で蹴散らしていきました。まあこれでね、やっぱこういうのも、まあこの時は結構冴えてたプレイなんですけど、まあこれも言ったら、まあエリクサーと手札の、あれなんでね、なんだろう、折り合いというかなんだろう、わかんない。まあなんで、まあそうですね、この感じで、またね、ロイザイでも言ってもやっぱ手札管理、エリクサー管理大事なんで、そういうのをね、やっていこうと思います。まあ、ただ、オーブンをね、今まで全然やってきてなかったんで、俺、ユニットでしかね、戦ってなかったんで、その建物っていうのがまた新しくはあるんですけどね。そこら辺もね、まあ、やっぱ練習で克服していけたらなと思います。で、あと、リーグもね、始まるんでね、いろいろ多分、皆さんがびっくりするようなことも、あるかとね、存じ上げますがね。よいしょ。まあ、これ、雪でもって、GG と。なっていう感じでね、いろいろ発表楽しみにしていてくださいという感じですかね。きついってことでね、まあ、勝ちリップと負けリップを、まあ、解説もね、できるメンタルじゃないんですけどね、ちょっと、まあそんな感じで、マジでね、ちょっとやばいですね、本当に。ってな感じで多分、どんな感じでしょうかな。ってことで、結局俺みたいなところなかったんですけど、昨日は結局俺みたいなところあるんですけど、昨日はちょっとなかったかな、今日は。なんでね、来シーズンは、結局俺って、最終日の結局俺でいきたいと思います。ってことで、こんな感じになっちゃったんですけどね、ぜひ、応援していただければなと思います。まあ、ロイジャイか、来シーズンはロイジャイかラムかな。
で、また、マルチ終わったんでね、いろいろな実況を解説していきたいと思います。あとは、ドズルさんやね、キヨキヨさんにね、コラボしてもらった動画もね、まだあるんで、ね、そちらの方も見てもらえればと思います。あとは、ドズさんや、キヨキヨさんのね、チャンネルでもね、コラボ動画があってるんで、ぜひね、そちらの方もね、見に行ってくれればなと思います。ということで、ちょっとね、本当に一桁フィニッシュできるシーズンなだけあって、ちょっと今メンタルやられすぎても喋れないんですけど、こんなね、まあ喋りの下手くそな動画になっちゃったんですけど、またね、応援してくれればなと思います。ということで、コメントとかね、全部読んでるんで、コメントしていただけたらありがたいです。まあ、今日ばっかりはもう、来季終えって言われてもしゃあない。もう、今日はしゃあない。もう、今日はね、こんないい環境でね、もうこの3桁フィニッシュだったら俺はね、もうね、今日ばっかりは来季弱いって言われてもしゃあないですね。ってことで、コメント待ってます。来季弱いでもいいんで、コメント待ってます。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。